ビヨトレ始まるよ。さあ、今日も3分間ストレッチしていきましょう。今日お伝えしたいのは、背骨をしっかりと動かしていくストレッチです。さあ、それでは行きましょう。まずは四つ這いの体勢になっていただいて、片方の手を頭の後ろに持ってきます。肘が横に向いている状態で、その肘を天井の方に上げていきましょう。そうです、この時に骨盤がですね、横ぶれ開いたりしないように、骨盤の位置は固定した状態で胸だけを開いていきます。 OK、 戻す、開く、戻す、これをやっていきましょう。では10回いきます。目線はマットの上で大丈夫。開いて、戻して、2、3、4、5。いける方は地面をしっかりと手で捉えて、3、4、もっと開いて、 OK。 では逆サイドいきますよ。はい、頭の上に手を置いて、肘を天井に、目線はマットの上。せーの、1、10回いきますよ。2、はい、3、4、5、6、7、8、骨盤動かさない、9、そう、胸を開いて、ラスト。OK, OK, ナイス。それでは次いきます。両手を前に出したら、はい、体を沈めていきましょう。胸の前側を伸ばして、脇が伸びています。深呼吸を2回。OK、 そしたらこの状態で親指を上に、小指側が地面につくようにして、また伸ばしていきましょう。OK! せーの、いいね、ナイスストレッチ。明日も一緒にストレッチ頑張っていきましょう。それでは、また会いましょう。バイバイ。